どうも、はじめです。というわけでですね、今日はこちら GoPro8、 そしてこの GoPro7 をこちらと比較していこうという、あのみんながやってる企画でございます。こう一緒に歩いてこんなんだみたいなね、まあ、そういうこともやるんですけれども、今回私がやるのはこちらね、これこの2つ、まあ、僕がいつもねサーフィンで映像撮ってるこのマウスマウント、これに2つこの GoPro7、GoPro8 をつけて撮影していて比較しようという、これ誰でもやってなさそうな映像を今日は撮っていきたいと思います。あごが痛い。というわけで今から着替えます。うっよいしょー。というわけで着替えました。これで今から撮影していきたいと思います。みんな楽しみにしておいてね。それでは行ってきます。みんながやってるやつ、セブンとエイトの歩いてる映像の比較を撮っていきたいと思います。ここは真面目にやります。よろしくお願いします。ちなみに GoPro8 はハイパースムース 2.0 というようになって、まあ多分より手ぶれが補正されているという感じですかね。で僕の撮ってる映像は、60フレームでスーパービューっていう一番ワイドなやつで今撮っております。どんな感じでしょうか。多分ねどっちともブレてないと思うわ。これぐらいの感じだと発色もねちょっとあれだね、暗い気がするね。サングラスつけてた。じゃあこれで走ってみます。どんな感じになるか。じゃあちょっとこんな感じで走ってみるね。自撮りします。はい、どんな感じだったでしょうか。走っている感じは今自撮りをしております。さあ今ハンティントンビーチはですね、今日、世界大会、なんかキッズジュニアか、ジュニアの世界大会やってるみたいで、日本の選手もみんなハンティントンビーチ来てると思うんですけど、今日はねすげえ波が小さくて多分あんま微妙だったんじゃないかな。ハンティントンで 1,2 フィートっていうね、なかなか波のない日でございます。なので今日はこちらフィッシュボード、分厚いやつを持ってきました。いい映画撮れるかは分かんないですけど、まあ、波もこれだと撮れるかなと思いまして今回これで来ております。はい、それではそろそろ海ですね。ちなみに色は何のカラコレもしてないんで、この GoPro 生の色が出てると思うんですけど、色のノリとかはどうなんでしょうかね。そちらも楽しみにしております。先週を、これが7ね。ちなみにこれが新しく買った GoPro8 のケースです。これがねはまんなかったのよ。7とね若干サイズが違うので、これ7の方ね、はまらないっていうね。7は7のケースを使います。 GoPro は、まあ、完全防水なんで別にこのケースに入れなくてもいいんですけど、サーフィンやってると結構でっかい波の時とかボコーンってバゴーンいっちゃう可能性があるので、僕はねこれちゃんとつけてます。はい、というわけで今回はこちらで撮影していきますね。それでは行ってきます。
お疲れ様です。いやー、全然乗れなかった。めちゃくちゃ重くて、これが。ほんとね、こいでもぐんぐんぐらするし、全然乗れなかったし、これ見たら久々だったから。まあ、映像はね、あんまり撮れなかったかもしれないけど、まだね、ちょっと編集しないんで、帰ってチェックしてみたいと思います。顔は、あとみたい。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram, and we hope to see you back again soon.